ちゃんは見た。私はツツジ、とある会社で事務員として働いている。ツツジ、おはよう。アカネちゃん、おはよう。ツツジさん、アカネさん、おはよう。アザミさん、おはようございます。かわいいバッグだね。新しく買ったの？ツツジさん、新しいバッグだなんてよく気づいたわね。そんなに露骨にアピールされたら嫌でも気づいちゃうよ。買ったっていうか、買ってもらったのよ、太客にね。そうなんだ。あのさ、会社で太客とか大きな声で言わない方がいいんじゃないかな。周りにも聞こえちゃうよ。隠してないし別にいいわよ。陰で何か言われても女を武器にできないブスかおばさんのひがみにしか聞こえないもの。同僚のあざみさんはいわゆるパパ活というものをしている。一般的には男性とご飯やデートをするだけらしいが、あざみさんは体の関係を持ち金銭を受け取っているそうだ。太客というのは他の人に比べてたくさんお金を使ってくれる人のことらしい。なぜこんなに詳しいかというと、あざみさん本人から聞かされたからだ。ピーしたら5万円もくれたのよ。妻子持ちのくせに他の女にこんなにお金使っちゃうなんてバカよね。あざみさんのしてることって不倫でしょ？やめた方がいいよ。私はお客のことなんて好きじゃないから。不倫じゃないわよ、利用してるのよ。利用？体の関係があるなら不倫だよ。おしゃべりしてないで仕事したな。もう修行時間過ぎてるわよ。はいはい。あかねちゃん、ごめんね、助かったよ。ほんとあんたってあざみのマウントのいい的よね。気が弱く地味な私はあざみさんのマウントの格好の的らしい。新しいブランド品を手に入れては先ほどのように捕まってひたすら自慢話をされる。就業時刻。お疲れ。お先。お疲れ様。私ももう帰ろう。聞いて、ツツジさん、今日もこれから食事に行くの。このバッグ買ってくれた太客と。そうなんだ。私はもう帰る。それでね、食事した後にエトラの本店に行くの。捕まってしまった。エトラ？ツツジさん、エトラも知らないの？くそくそ。まあ、ツツジさんはブランド品なんて持ったことなさそうだしね。あんまりブランド品って興味なかったから。興味ない？モテなかったの間違いじゃなくて？それでね、新しくスマホケースを買う予定なの。ほらこれ、かわいいでしょ。スマホケースが8万円？いい女はちょっとした小物もいいものを使わないとね。ツツジさんのケースは100均のやつかしら。やだ、ちょっと汚れてない？ずっと同じやつ使ってたから。ツツジさんも買い替えた方がいいわよ。次は300円ショップで買ったらどうかしら。そろそろ時間だわ。じゃあお疲れ様。疲れた。100円じゃなくて1000円だもん。仕事終わったよ、今から向かうね。いけない、待ち合わせに遅れちゃう。ツツジ、お疲れ様。遅かったね。仕事忙しかった？仕事は定時で終わったんだけど、またあざみさんに捕まっちゃって。ああ、あのパパ活してる人か。うん、彼は黒木くん。大学生の頃から付き合っている私の彼氏。時々あざみさんに対する愚痴を聞いてもらっている。今日はスマホケースでマウント取られたよ。うん、それは大変だったね。あ、スマホケースといえば、はいこれ。ずっと同じスマホケース使ってただろ。通販でツツジが好きそうなデザインのケース売ってたから買ったんだ。ありがとう。見てもいい？あ、ぜひ見てくれ。え？どうかな。これ、あざみさんが見せてきたスマホケース。僕も同じだ。なんでこんな高価なものを。黒木くん、これは受け取れないよ。え、ごめん、気に入らなかった？気に入らないとかじゃなくて、こんな高価なものを受け取れないよ。そうか、まあ他のケースに比べたらちょっとだけ高かったけど。ちょっと黒木くん、いつの間に金銭感覚おかしくなっちゃったの？なあツツジ、落ち着いてって。さすがに大げさすぎないか？大げさじゃないよ。だってこれ8万円だよ。誕生日でも記念日でもないのに。8万円？いやこれ3000円だけど。え？ほらこれ見て。本当だ、8万なんて数字どっから出てきたんだよ。実はあざみさんが見せてきたスマホケースが。これブランド品の偽物だったの？
ごめん、新しいの買うよ。え、うん、いいの。ただびっくりしただけだから。でも見せ物なんて関係ないよ。気持ちが嬉しいの。ありがとう。そっか、ツツジがいいなら。それでね。へえ。二人ともおはよう。おはよう。ねえ、ツツジさん聞いて。どうしたの？昨日エトラ本店に行くって言ったじゃない。そしたらね、サプライズで先にスマホケースを用意してくれてたの。よかったね。あれ、おそるじゃん。どういうこと？ツツジさん、私が羨ましくて真似したの？違うよ、これは彼氏が昨日プレゼントしてくれて。ブランド品じゃないよ。あー、クスクスクス。つまりツツジさんってば、ブランドのパチもプレゼントされたってことじゃない。それはそうだけど、でも彼氏もブランドなんて知らないし、そんなつもりでプレゼントしてくれたんじゃ。いいのいいの、あなたには偽物がお似合いよ。でも偽物をドヤ顔で持ち歩くなんて恥ずかしいわね。セレブにでもなったつもり？なつもりないよ。あなたのお友達にもブランドに詳しい人なんていなさそうだし、偽物でこと足りるなんて羨ましいわ。ってこんなひどいこと言われなきゃいけないの？え、あざみさんが持ってるケースだって偽物じゃない。はあ？え、だからあざみさんのご自慢のスマホケースが偽物だって言ってるの。何言ってるのよ。自分がブランド品持てないからって変な言いがかりはやめてくれる？言いがかりじゃないわよ。どっちもロゴの太さが本物と微妙に違うもの。あんたの言う太客がサプライズでケースを用意してくれたって言ってたけど、あらかじめ偽物を先に買っておいたんじゃないの？そんなわけ、梱包だってお店のものだったし。あ、そうよ、お店が偽物を売っていたのよ。いやいや、お店が偽物なんて売ってたら今頃大問題になってるし、ブランドの紙袋や箱なんてフリマサイトでいくらでも買えるでしょ。ついでに言うと、あざみさんがいつも持ってきてるブランド品もほとんど偽物よ。はあ、そんなわけ。あのバッグとか、本物は真ん中のラインがもっと太いけど、あざみさんのはラインが細すぎるのよ。今まで会社に持ってきたバッグも金具とか模様も微妙に違ったし、見事に騙されたわね。利用してたはずなのに、いつの間にか偽物で簡単に体を許す女になっちゃったわね。帰っちゃったかしら。あかねちゃん、さっきのって。ああ、本当よ。あの人が持ってるの本物でも偽物でもどうでもよかったけど、さすがにツツジに対してあの態度を取るのは見てられなかったからね。あざみさん、どこ行っちゃったんだろう。さあね、ほら仕事しないと残業になっちゃうわよ。うん、あざみさんはこの日を最後に二度と出勤することはなかった。あの、どちら様でしょうか。ヒイラギさんいるでしょ。今日は仕事休みよね。なんなんですかあなた。あざみ、よくも今まで騙してくれたわね、クソ野郎。ちょっとあなた、なんなんですか。警察呼びますよ。私は今までこいつに騙されてたの。あんたもよ。はぁ、こいつは偽物のブランド品で私を騙して体の関係を持ったのよ。あなた、夫とどういう関係なんですか。譲りは違うんだ。黙りなさい、この詐欺師。これ見て。今日もたっぷり可愛がってあげるからね。もうヒイラキさんってば、奥さんに怒られちゃいますよ。あいつはバカだから気づかないさ。何これ。そうだ、いいこと思いついた。二人で協力してこの男を地獄に落としましょう。地獄に落ちるのはあなただけよ。え、うちには子供もいるし、簡単に離婚しません。責任を取らせて骨の髄まで絞り上げてから、後で地獄に叩き落とします。あなたは夫が既婚者だと知った上で体の関係を持ってたってことよね。あなたからもたっぷり慰謝料絞り取ってやるから覚悟しなさい。逃げられると思わないで。私は騙されて。そんなの私には関係ないわ。そんな、いやあざみさんは不倫相手の奥さんに慰謝料を振り込まなかったため、給料の差し押さえの連絡が来たそうだ。差し押さえっすか。その噂はあっという間に社内で広まり、私の耳に入った。あざみさん、なんだか大変なことになったね。あざみさん大変そうだね。ねえ、だから不倫なんてやめた方がいいって言ったのに。
今は自宅でしょ。会社が平和になっていいじゃない。まあ確かに。それにしてもよくあざみさんの持っているものが偽物って分かったね。ん？まあね、私ブランド品大好きだし、毎月少しずつ貯金してブランド品買うのが趣味だから。え、そうだったんだ。自分が偽物つかまないように偽物品の情報とかも調べてたのよ。へえ、やっぱりブランド品の偽物持ってるって恥ずかしいことかな。恥ずかしい云々よりブランドのデザイナーを愚弄してるって感じかな。でもツツジの彼氏はブランド品なんて知らなかったんでしょ。うん、ツツジに喜んで欲しくてプレゼントしたならその思いは間違いなく本物でしょ。通販でツツジが好きそうなデザインのケース売ってたから買ったんだ。あかねちゃん、そうだね、ありがとう。でも次ブランドっぽいデザイン買うときはちゃんと調べてよ。仲いい子が偽物持ってるのはちょっと悲しいから。気をつけるね。ご視聴いただきありがとうございました。有名なブランドものと同じようなデザインのものがより安価で手に入ると考えたら買う側からしたらいいことではありますけどね。確かに言われてみれば自分の力で考えたものではないものを売っているわけですから、デザイナーさんのことを愚弄しているように感じちゃいますね。ま、必ずしもブランドものを持っているから偉いだとかそういうわけじゃないですからね。自分の好きなものを身につけて気分が上がるならブランドものだろうと安物だろうとそれでいいじゃないですか。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。